皆さん、こんにちは。芸能界には魅力的で個性豊かな方々がたくさんいるため、芸能人を推す方がたくさんいます。アイドルやタレントを推していっぱい応援してきたのに、あるきっかけによってその芸能人のことを嫌いになってしまった経験はありませんか？今回は推してたけど嫌いになった芸能人について皆さんの意見をまとめてみました。松本人志、動きます発言で嫌いになっちゃった。滝川クリステルたちを出来込んでいるな発言もあれだよね。自分も出来込んだから。ロリコンだと知ってから大嫌いです。昔出した自分の本でこういう芸人は格好悪いと言ってた芸人そのものに自分がなってるんだよね。本人はどう思ってるんだろう。いろいろ背負いすぎだと思う。自分がどうこうしなくていいのに。会社の問題じゃん。アトミヤサコ家の問題じゃん。私は意外と真面目で責任感が強い人なんだなぁと、この件以来思うようになって好感度は上がったよ。まあただの面白い芸人でいてほしい気持ちもあるけど。あんちゃん、猟銃免許持ってるとガルちゃんで見てから、好きから人としてどうかと思うレベルまで嫌いに。自利目的だね。食への興味が旺盛なのかもしれないけど、それでも免許取得して殺してまで食べたいのかな。結局は動物殺す。ハント、ことがエキサイティングって人が領事を持つ。山里で暮らして漁師を収入源で生きている人じゃない都会の人が漁をしてまでジビエ食べたい気持ちがわからないよ。前テレビでウサギをさばいて料理したと言ってたの聞いてから、あんちゃん見るたび怖くなる時がある。リンゴちゃん、一回ネタ見て好感持ってたけど、2回目以降芸がないことに気づいて興味がなくなった。今最も熱いタレントみたいにバラエティー出てくるので嫌いになった。この人本当に売れてた。たまーに自分が見たい番組に出てたけど、今の時代こんなのでプチブレイクできるんだってちょっと冷めた目で見ちゃってる。ブルゾン以下だし、にゃんこスター路線だよ明らかに。私も初見はインパクトあったけど、2回目か3回目ぐらいで飽きてしまった。自分でもこんなに早く飽きるものかとびっくりしてます。不思議と誰も性別のことやモノマネのクオリティに関してのいじりがない。女性っぽい外見でのぶとい声出すというギャップも2回目以降は使えないのに、周りのタレントはそれに付き合わなきゃいけない面倒なタレント。原氏、ほのぼのしてて好感持ってたけど、ゴリ押しが始まっていたいオタが増えたらすごく嫌いになった。今は見たくもない。にわかファンが怖すぎ。嵐の二宮くん、演技が上手くてファンになったけど、ファンが演技褒めすぎてて逆にそこまで上手いかなって感じになって無理になった。昔は結構好きだったけど、花壇からの嵐フィーバーでテレビで見すぎたせいでちょっと嫌になった。今はなるべく見ないようにしてるから、好きでも嫌いでもない感じ。嵐に限らず、供給方は諸刃の剣だと思う。大野智、嵐を解散休止させたから勝手に一人でやめろ。嵐も4人で嵐でいいだろう。嵐の大野智、リーダーなのにやる気ないし喋らないし黒いし、嵐を壊した人だから大嫌いだし恨んでる。大野智、嵐を休止に追い込んだ人だから4人が優しすぎて見捨てられなかったんだろうけど、切り捨ててほしかった。嫌いになったのは嵐の二宮和也氏。雑誌のコメントとか挨拶とかが全部が薄ら寒い。昔はクールでかっこいいと思ってたけど、今は41歳でこのコメントは痛いだろとしか思えなくなった。沢尻エリカ、どう取り繕っても性格の悪さが垣間見える。私も嫌いになった。別にの時を笑って話すのも何回嫌だし、女優役の女優みたいなあの声色の CM とか苦手。愛くるしいで可愛くてファンになったけど、別に空無理。何やらせても沢尻エリカだから。最近特にひどい。あの話し方が無理。ドラマとか出てもつまらない。浜崎あゆみ、昔は大ファンで CD も DVD 付きの方買ってたし、デジデジ日記の写真集とか浜崎共和国高の痛い雑誌も買ったし、金髪ショートも真似してた。ここ最近の彼女はビジュアルも言動も本当にひどくて、でもやっぱり昔好きだった人だから、お浜とピには近づかずいい思い出にしようとしてたのに、ついに暴露本なんか出しちゃって本当に大嫌いになってしまった。昔 CD 買っていたなんて恥ずかしくて言えやしないよ。あゆ大好きだった。いつからあんなに痛い人になってしまったんだろう。すごくわかる。私も昔は根っからのあゆファンだった。今はファンだったと発言することさえ恥ずかしく感じるほど、音楽に関してももう自己満の世界でついていけなくなってしまった。すごく好きだった分だけ今のあゆを見るのは切なくなるし悲しくなる。宮迫博之、宮迫博之好き嫌いになった。単純に怖いの一言に尽きる。さんま、宮迫を引き受けるから嫌いになった。闇営業問題から吉本叩きで加藤春菜、
もちろん宮迫も大嫌いになりました。もともとこの方たちの番組は見ないからいいけど。好きだったのに嫌いになった。宮迫とかと。マツコデラックス、昔はもう少しねじったコメントで笑かしてくれたけど、最近は忙しいのか本音がそのまま出てる感じ。女装好きなのに女性蔑視、オカマキャラが女性をバカにするたびに毎月の生理時の煩わしさや生理痛をのしつけて差し上げたいと思う。昔はもっとズバズバ言って面白かったのに、今は普通のこと喋ってお気に入りの男性にベタベタしてただ笑ってるだけでつまらないし、気持ち悪くて嫌いになった。普通にテレビ見てもそれほど何にも思わなかった。2年前くらいから急に大嫌い、チャンネル合わせない、もう時代と合わなくなったよ。マツコは世相を切ってるみたいな発言してると思わせておいて、意外と確かにそうだよねと共感してもらえるような意見しか言ってないと気づいて苦手になったな。有吉も同じ理由で苦手。そこかしこの土地の悪口とか女の悪口ばっかり言ってるって気づいて腹が立つ。あと祖父版の社長とか CM やる前からトヨタの社長とかに媚びまくって見えるのも、なんか力持ってる人には寄っていく発言するのが嫌だ。マツコ、すでに上げてる人多いけど、この人の番組楽しく見れてたのなんて最初の方だけだわ。たまたまブレイクしただけの人、化粧で化けてるけど人相もだいぶ悪いし、出てても見る番組あるけど、好き嫌いや偏見の押し付けも年々ひどくなってない。矛盾だらけだし、オカマだから許されてる感しかない。確かに芸能素人ゲストに対して当たりが強すぎることが結構あって、悪い意味でドキドキする時ある。マツコさんに最初から慣れ慣れしい女性とか、テレビ越しに見てもなんか性格的に違和感ある人に対して当たりが強いのは見ていてわかるけどさ、テレビっていろんな人に見られるからかわいそうだなって思うよね。芸能人から冷遇された自分がテレビでいろんな人に見られてしまうって結構心のダメージじゃない。かりそめ天国の時のマツコさんは好きなんだけどな。頭の回転早いなってわかるし楽しいから。5時に夢中で出始めた時は大好きだった。最近は苦手。テレビで変に持ち上げられすぎてて、ご意見番扱いなのが違和感ありまくり。大谷亮平、朝ドラで好きになったけど隣国女性とは結婚目前まで行ったのに、日本人とは一度も付き合ったことがないって言ってて冷めた。韓国で活動し始めたのに10代前半だよね。それまで彼女いなかったのかな。大学卒業して24、25歳でと勘だよね。モテた自慢してたから彼女いたと思うけど、日本人じゃなかったんだと思う。本人が日本人じゃないからでしょ。大谷亮平もあちらで活動中にマル秘映画に出てたね。マスコミが北村和樹はすっぱ抜いて叩いたのに、大谷はスルーで謎、怪しくて嫌いになった。ほんとマックはかっこよかったのに。この人のファンが韓流ドラマのリメイクに出た俳優をまるまる人認定して叩いてたから嫌い。成宮ひろき、お薬問題うやむやにして逃げた印象が強くて無理になってしまった。もともとはファンってほどでもないけど、まあまあ好きな俳優さんだった。今は顔も見たくない。佐藤健とか成宮ひろきとか、あと伊藤英明も嫌いじゃなくて好きの方。これくらいぶっ飛んでる方が俳優っぽくていい。演技は上手いんだし。成宮ってもともと過剰演技で上手くないでしょ。てかもう消えたし。見た目はどんなぶっ飛んだファッションやヘアスタイルしててもいいけど、行動がぶっ飛んでるのは良くないでしょう。特に犯罪絡みはダメでしょう。成宮ひろきと水嶋ひろ、インスタ見て嫌いになった。オードリー春日、前は割と好きだった。番組でプロポーズから浮気発覚までの流れが最悪。長年の理解ある彼女さんへのプロポーズ準備にテレビに密着してもらって、ゆずにも協力してもらって、ピアノがうまく弾けない時にイライラしてスタッフのせいにして、相方も感動で泣いて、私もテレビ見て泣いたのに涙返せ。あの状況と密着中といえバレしてるのにお持ち帰りだなんて気が狂ってるとしか思えない。普通じゃない。それまでは春日さんは面白いし真面目なところも好きで必ず見てたけど、今は出ると笑えない試験をからテレビ変える。オードリー春日嫌いになった。二股してたとはこんにゃろ。東方神起、東方神起を大嫌いになりました。世界地図から日本を消した MV、 日産スタジアムでの猿真似が理由でファンを辞めました。10年間応援してても日本人だから過剰期の出来事が不快すぎてあっけなくファン辞めれました。でもここまでされてもファン辞めない人いるんだよね。なんで擁護してる多くのファンは地図に関して二人が日本を消したわけじゃないと、猿真似に関しては猿じゃないゴリラかオラウータンの真似だ
と、二人が日本を嫌いと言わない限り応援するでしょうね。二人になってから好きだったことあるけど、マジ黒歴史。取り繕うのがうまかっただけで、所詮は韓国人だったんだな。親日とは思ってなかったけど、地図とサルマネであれだけ荒れたのにする。DVD がオリコン1位でもする。インスタの米は日本人ばかりなのに韓国のファンを探して返事を返す。ことごとく日本関係はスルーで、地図とサルマネ以降は応援してても楽しくなかったです。ジャニーズのタレント嫌いというか苦手になった。90年代のジャニーズの楽曲は好きだったんけど、ジャニーさんが亡くなって改めてジャニーズのことを知ったらひどいなぁと思って、そのトップのジャニーさんを慕っているタレントたちが難関屋になった。顔は良いと思ってたけど、バラエティでのタメ口ひどすぎてドンリータのは二宮くん。もしジャニーズの看板なくなったらマジで痛いと思う。でもあのキャラを許したファンや周りも悪い。ジャニー北川社長、未成年への性犯罪者って知らなかった。なんでテレビで全く触れなかったの。前にも出てるけど、キンプリ最初はかっこいいなって思ってたけど、ファンの質が悪すぎて、新規が多いから仕方ないんだろうけど、先輩グループやジュニアにマウント取ってくるところが無理。あとガルちゃんでの異様な持ち上げよ。ジャニーズの次世代はキンプリとか言ってるけど、まだ2年だよ。この先どうなるかなんてわかんないじゃん。昭和天皇、芸能人じゃないけど昭和天皇、原爆しょうがない発言とか、戦争責任を言われるの辛い発言とか、食料不足にあえぐ国民を突き放す発言とか、クズすぎて幻滅。あまりにも太平洋戦争を他人事のように言っててびっくりした。トピズレだけど激しく同意。こいつは有無を言わさず処刑すべきだった。昭和天皇は福沢諭吉と組んで日本人女子を外国に売春婦として騙して売り飛ばして稼ぎまくってたんだよね。皆さんの推しの芸能人の名前は挙がっていましたでしょうか。ガルチャンビンと同じく推しだったのに嫌いになった芸能人も中にはいたのではないでしょうか。事件や本人の性格の悪さなどで嫌われることは多いと思いますが、芸能人を取り巻くファンのことが理由で嫌いになってしまう方も多い印象です。芸能人は印象が大切であり、言動の一つでその印象が大きく左右してしまうため、なかなか大変な職業ですね。よろしければ他にも嫌いになった芸能人がいればコメントで教えていただけると幸いです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。